はい、わけちです。はい、本日3本目になります。アメリカジョッキークラブカップですね。今回ね、いきなり総大将のね、ゴールドシップの参戦がありましてね、これ、もう軸はね、もうゴールドシップでね、仕方ないですかね。もう中山は1着、1着、3着、3着、もう副賞率100%ですからね、もうちょっと相手探しになるんじゃないかと思います。で、ちょっとね、人気薄のところをちょっと、選んで、見ました。こうなります。5頭にね、流していきたいと思います。一応ね、パッションダンス。こちらね、スピードがあるんで、ゴールドシップより前に、で競馬してくれれば、持続力もありますので、そのまま押し切るんじゃないかというところで、パッションダンスを選んでみました。あとはね、フェームゲーム、ミトラ、エアソミュール。こちらはちょっと人気なんですが、やっぱちょっと外せませんので、あと、このマイネル・ディーンっていうのがね、注目馬になります。マイネル・ディーンはね、前走のね、でね、グレートフルステークスっていうのかな。これが長山の2200メートル、今回と同じコースですね。で、勝利してますし、中山も4戦して2連対してますしね、中山巧者なんでね、ちょっと人気薄のマイネル・ディーンがこれ絡んでくれれば、ちょっと面白いかなっていうところですね。ちょっとね、ゴールドシップが、今年初戦ね、力通りね、走ってくれるかどうか、ちょっと、ね、なかなか気まぐれな馬なんでね、ちょっとわかりませんけど、まあまあでも、間違いなくね、勝つとは思うんですけどね、っていうところですかね。まあ、天気がね、ちょっと、今雨降ってましてね、大阪の方はね、土日でちょっとバーバーが渋ったりすれれば、まあ、ゴールドシップ、まあ、得意なんでね、ゴールドシップ、ちょっと有利かなというところですね。はい。まあ、それではね、一応、今週3つ、予想を終わりたいと思います。それでは、さよなら。